では、帝国になりましたので、計算科学技術特論、A の第3回目を、行いたいと思います。第3回目はオープン MP の基礎ということで、片桐先生に引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。東京大学情報基盤センターの片桐です。で、まあ、本日はオープン MP の基礎ということで、5回ある、講義のうちの3回目を、担当します。でですね、まあ、オープン MP もですね、最近はあの教科書とかですね、インターネット上で、まあ、情報をあの調べると自分で勉強できますので、まあ、この、講義では、まあ、実際使ってみてですね、まあ、困るところとか、まあ、特にあのセンターの、まあ、相談、プログラム相談等で、まあ、出てくる問題の説明、そういうところで解決することがあるんですけども、まあ、そういう内容について中心に、ご紹介したいと思います。で、OpenMP の、入門ということで、始めたいと思いますが、まず概要です。で、OpenMP はですね、まあ、共有メモリ計算機のためのプログラム言語でして、まあまあ、この共有メモリ計算機のモデルっていうのがあるんですけど、まあ、P というのは各 CPU だと思っていただいて、1個大きいメモリがあると。で、例えば A っていう配列をこう共有で、していると。で、その状況下で、同じプログラムが、まあ、同時に、まあ、動いていて、その A っていうのを、まあ、同時に触って、まあ、書き込んだり読み込んだりするという形態で、プログラミングしていく、ものです。ですので、まあ、一つ注意は、並列処理を適切にまあ制御しないと、当然あの逐次の結果と一致しないというのはまあこういう状況だと分かると思いますけど、まあ、それが注意すべきところになります。で、まあ、言語制約的にまあそれをどうやってするのかというところがまあ大変重要なところなので、まあ、そういうところをまあ中心に話していこうと思います。で、 OpenMP はですね、まあ、ここに書いてありますように、共有メモリ型計算機の、プログラミングなんですけども、まあ、特にですね、指示文、まあ、コメントの形で、並列処理を指示するもの、あと、まあ、付随するライブラリとか、実際動かすときに、設定する環境変数を規格化したものが、まあ、OpenMP であると言えます。で、まあ、これ一番注意すべきところなんですが、ユーザーが並列プログラムの実行させるための指示を与えるもので、コンパイラーによる自動並列化ではないというのを十分注意してください。これ結構勘違いされる方がいて、まあ、なんか全部自動で、並列化してくれるんだというものではありません。で、後からちょっと、まあ、何回も説明しますけど、ここが重要なところです。で、まあ、特徴はですね、まあ、MPI の説明を前回していますけど、 MPI に比べてまあ、データ分散ですね、どのようにノードに分散するのか、データをっていうのが共有メモリですからないですので、まあ、そういう手間がない分、非常にまあ実装しやすいというのが、まあ、言われている特徴です。で、もっと言いますと、これはスレッド並列化を行うプログラムモデルと言えます。で、まあ、特にですね、近年の、計算機は、かなりコア数が増えてきて、それにまあ適合する、まあ、並列化の言語だと言われています。で、まあ、一番皆さん気にするのはおそらく性能なんですけど、まあ、私の経験ではですね、今のまあ計算機の性能では、まあ、8スレッド並列以下のまあ実行に向いたというのは、まあ、8スレッド以下の並列化で、性能が出るというものになっています。で、まあ、注意はですね、8スレッドを超えるスレッド実行ができる環境って今増えてきてるんですけども、 OpenMP で並列化するときに、もうそこが8スレッドを超える、まあ、台数効果を出すためには、まあ、プログラムの工夫が一般的に必要だという、ことが、まあ、私の経験上、思っています。で、これはですね、スレッド数が増えれば増えるほど、メインメモリとキャッシュ間等の、まあ、データ転送能力というのは実はハードウェアで固定になっているので、1スレッドあたりの能力というのが落ちていくと。ですので、まあ、工夫しないと、もう全然データ待ちの時間ばっかりになってしまって性能が落ちていくというのが一つ、要因としてあります。で、もう一つはですね、プログラムの構造自体が高スレッドに向いていない書き方になっているというのが近年いっぱい出てきて、ここも、まあ、実は注意していかないといけない話になります。で、あと注意はですね、これもまあ結構最初の初心者の方が誤解されるところなんですけど、ノード間の並列化というのは OpenMP ではできません。ですから、スーパーコンピューターで2ノード以上の並列化を OpenMP を使ってやるということはできませんので、注意してください。ノードを増やした時に並列化で動くものというのは今のところ MPI しかないですので、それを注意してください。
で、コンパイラーによってはですね、自動並列化コンパイラーというのもあるんですが、これもですね、まあ普通はですね、スレッド並列化のみですから、ノード間をまたぐような並列化はできないというのもに注意してください。で、これについてはですね、ノード間をまたぐ並列化をできるコンパイラーというのは、まあ、世の中にあるにはあるんですが、例えば HPF、ハイパフォーマンスフォートランとか、まあ、研究レベルでは筑波大で作られているスケーラブル MP とかあるんですけど、まあ、これはですね、まだ普及していませんので、まあ、皆さんがどんな環境でも使えるわけではありません。まあ、ただこれは研究段階、もしくは過去に研究されていて、一部のスパコンでは使える状況にあるんですけど、そういう状況になってますので注意してください。でですね、典型的なスレッド数なんですけど、これはまあ計算環境によるんですが、今大体のスパコンではだいたい16スレッドが、1ノードあたり16スレッド並列というのが普通になってきています。まあ、例えば東京大学のオープンスパコン、これ AMD のクワッドコアオプテロンというのを使っていますけど、こういうものとか、あと FX10 スーパーコンピューターシステムというのがまあだいたい8スレッド、16スレッドになっています。で、K とかは8スレッドですけど、今だいたい16スレッドになってきています。で、あとですね、計算機によっては128スレッドぐらいまで使えるって環境も普通になっていまして、まあ、特にですね、日立の SR16000 というスーパーコンピューターは IBM のパワー7が載っていますけど、これは大体32物理コアっていうのが載ってますから、32スレッド並列までは普通にできて、 SMT っていって1コアあたり2スレッド以上を実行できるハードウェアサポートのものが載っていると、まあ、その定数倍ですね、例えば64から124の論理コアということになるので、これスレッドと同化ですので、128スレッドまで動く環境というのが今普通にあります。で、あとですね、まあ、今後出てくるであろう、という CPU はインテルの、ジオンファイってやつで、これはですね、64物理コアと言われていまして、そのハイパースレッティングを使うともうその4倍ぐらいまでいくので、120から240スレッドまで実は増えてくるというのが今後の傾向でして、まあ、トレンドとしては、まあ、近い将来ですね、まあ、2、3年後にはおそらく100スレッドを超えた OpenMP による実行形態が普及すると予想されています。で、まあ、私は先ほど言いましたように、ここでの注意は100スレッドを超えた、OpenMP による性能が入って性能が出るかというのはまた別問題でした。これ相当多分プログラムの工夫しないと出ないんですけども、まあ、こういう環境が、今後出てくるだろうというのは、まあ、トレンドとして言えるところになっています。でですね、OpenMP での並列化というのは実は簡単でして、まあ、C と Fortran 両方ともあるんですけど、コメントの形で、記載すると。C 言語の場合はシャーププラグマオンピーで始まるコメント行ですね。だからこれプラグマと言いますけど、プラグマで指定すると。で、フォートランの場合はまさにコメントで、このこういう形でコメントで始まる部分がオープン MP にする指示行という形になります。だからこの形で並列処理を指定するというのがオープン MP の形態になっています。で、あと実際のコンパイルはどうするかなんですが、逐次コンパイラーでいいんですけど、 OpenMP 用のオプションをつけるというのが普通でして、例えば富士通のコンパイラーでありましたら、K ファーストとか、これを最適化オプションの後に OMP とつけると OpenMP のコンパイルができるようになります。で、まあ、一般的にこの OpenMP をつけるのか OMP をつけるのかというオプションは、まあ、コンパイラーによって違うので、それはまあ調べていただいてコンパイルするということになります。で、ここで注意はですね、OpenMP の指示行がないループ、このコメントというのはループごとに大体書くんですけど、それはどうなるかというと、逐次実行になります。これ自動並列化ではないと言いましたので、OpenMP を指定しても、OpenMP のないループというのは逐次実行されていて、何らその並列化に寄与しないことになるので、注意してください。でですね、コンパイラーによってはその自動並列化ですね、ループごとにスレッド並列化を自動でやってもらう、やるものと、OpenMP の併用でができる場合があります。その場合はOpenMP で書いてあるループは OpenMP に従って並列化されるし、そうじゃない部分は自動並列化されるということができます。まあ、ただしこれコンパイレーションでしてできない場合もあります。まあ、例えば日立のコンパイラーは確かできないです。同時に自動並列化とスレッド、OpenMP のスレッド並列化できない、風になってたと思うんですけど、まあ、ここに書いてありますように富士通はできるので、例えばそのパラレルって書いてあるのが自動並列化の、コンパイラーオプションだとすると、パラレルと OpenMP って併用すると、まあ、この記載された通りに両方を使うことができるので、ここもまあ使っている環境に応じて変わってきますので、調べてみてください。
ですね、あとオープン MP の、実行ですね。これはですね、大体こういうふうにやることになっていて、まあ先ほどコンパイルした実行可能ファイルの指定を行えば、まあ動く。でその時に並列数を指定する場合は OMP ナムスレッド環境変数に、実行したい、スレッド数を入れて実行するということになります。まあ、例えばバッシュだとエクスポートでこうやって16ってやると16スレッド並列が指定できて、あとは A.out とやれば、16スレッド並列で動くということになります。で、これでいいんですが、ちょっと注意はですね、これ OpenMP ナムスレッドイコール1とやると逐次と原理的には一緒になりますが、逐次プログラムでの実行、すなわち OpenMP のオプションをつけていない場合での実行と OpenMP をつけた場合にここの OpenMP ナムスレッド1にした実行が違うことがあります。でこれは結構信じられないかもしれませんが結構起きて、この原因はですね、OpenMP による処理の増加オーバーヘッドとしてこういうことが生じることがあります。でこういう状況になるとですね、実は高いスレッド実行、8とか16とかになると急に性能が悪くなることがありますので、こういう状況になる場合はちょっと注意したする、性能評価を注意する必要があります。多くはプログラムの場合で、工夫すると、改善できる場合があるので、それを、してもらうしかないんですが、こういう状況、例えば1で実行した場合に、極端に遅くなっている場合はちょっと注意が必要になります。で、ここでちょっと実際の OpenMP の実行モデルをご紹介しますと、大体こんな形で書くのが普通です。ブロックっていうのはここに書いてあるブロックっていうのはループとか、なんか呼び出し、プログラムの構成単位なんですが、これなんかループがあって、C 言語の場合はシャープラグオンパラレルと書くと、でこの括弧の中にブロック B ってなって C があると、こういう挙動になります。でブロック A というのは逐次で行うんですが、この OMP パラレルがあるところでスレッドが起動してバンとこう並列処理が始まります。でこのブロック B ってところが同時に実行されて、これが終わりますとスレッドの集結があってブロック C っていうのが逐次で実行される。こういうモデルで並列化をしていこうというのが、OpenMP の実行部、マスター、ワーカーというかそういうような形になっているんですけど、それがこの一文で書けてしまう。なので非常に、並列処理の指定がしやすいというのが特徴になっています。これは C 言語の場合で、Fortran の場合でも、同じですね。 Fortran の場合は括弧がないので OMP パラレルとエンドパラレルという形で挟む形になりますけど、同じように指定できます。で先ほど言いましたように並列数の指定は、このプログラム上では、できるんですけど普通はしなくて、OMP ナムスレッズっていう環境変数に、実行したいスレッド数を入れておくと、実行時に決まるというのが普通の使い方になります。でですね、ここでワークシェアリング構文という、ことを、紹介したいんですけども、これ先ほどのパラレル指示文のように複数のスレッドを実行する場合において OpenMP を、並列OpenMP を用いて並列処理を記述する分、これブロック B のようなこの B っていう部分の、を並列領域パラレルリージョンと呼びます。で並列領域を指定してですね、スレッド間で並列実行する処理を、ワークシェアリング構文という、仕事をこうやってシェアして、並列化していくからこう呼ぶと。でワークシェアリング構文は2つの、2種類がありまして、並列領域内で記載するもの、これは例えば FOR とか、FORTRAN でいうとこの DO 構文とか、あとセクションズとかシングルマスターっていう、ものがあります。で一方パラレル構文と組み合わせて、使うものにパラレル FOR、とかパラレル DO とかパラレルセクションズというものがあります。ですのでこう組み合わせで使うことになっています。でちょっとこれからちょっと代表的な指示文を見ていきたいと思いますが、一番使うのが実は FOR 構文ってやつでして、先ほどのパラレルを FOR に特化したような処理形態になっています。これ C 言語で説明しますとこういうなんかループがありまして、シャーププログラムはパラレル OMP パラレル FOR と一文書くだけです。でこうすると何が起こるかっていうと、この4スレッド並列の場合はこの0から99まで回るループが、均等に4等分してこう回るというものです。で、こういうふうに均等して回るんで簡単に並列処理ができて、終わるというものです。で Fortran の人も同じように OMP パラレル DO と OMP パラレルエンドパラレル DO と書けばできると。でここで注意はですね、この、こういう並列化しますから、こういうスタイルで並列化していいかどうかっていうのはユーザーが保証することになります。なので、もうこの中の部分が例えば並列化して逐次と結果が、おかしい文が書かれていても OpenMP のコンパイラーはそんなことは構わずにこういう並列化をしてしまいます。
で結果が間違っているのはユーザーの責任というふうになっていますから注意してください。でまあ当然ながらですね、こういう簡単な中の式が書かれているもの AI×BI とかこういう簡単な式が書かれているものはこういうループ並列で並列化できてしまうんですけど、当然できないものっていうのがあります。いろいろあるんですが、一つはこういう例で、中にですね、AI イコール AI プラス1、これはまあいいとして、BI イコール A マイナス1プラス A マイナスプラス1という形で、1個前のデータを足し込むときにこうループを分割しちゃうと、これは明らかに並列処理するとおかしいということがわかります。で理由はですね、A マイナス1が並列実行したときに、この値が定義されていない、上の式で定義されていないのに参照されてしまうと、逐次とまあ全く違った結果になってしまうから、こういう例は法文の指定をしてはいけない。何回も言いますと、してもこれは書けるんですが、書いてオープン NP のコンパイラこういうような並列化してしまうんですが、逐次と結果が異なるというものなので、自分で注意して書いてはいけないようにするということが必要になります。であと一つ、これもよく起こるんですが、A の i イコール AINDI って形で A の中身のインデックスが間接参照になっている場合をループ並列していいかっていうことも、これもですね、これは状況に依存します。というのは IND の中身、これまあ写像になってるんですけど、これがどうなってるかわからないので、実はこれ見ただけじゃわかんないということになります。なので AINDI っていうのが、こう並列実行したときにですね、以前に更新した値を参照してなんか参照するようなことになっていなければ、このループ並列は成り立つんですけども、最悪はダメなわけですね。だから普通はなんかこれは並列処理はしてはいけないループになります。ただしユーザーが、アルゴリズム的に、参照することはないんだよっていう場合は書けるわけで、それを分かった上で OpenMP の記述を書くということが必要なので、注意してください。であとですね、セクション図構文っていうのがありまして、これはシャーププラグマ OMP セクション図というので、セクション図をいっぱい並べたようなものですね。で例えば、この例は、サブルーチン1のコール2のコール3の4のコールっていうのを、あると、その時には、セクション図でこうな、なんか区切っているようなものです。でこれやるとどうなるかっていうと、このセクション図で並べているところは並列性があると思って、実行時に、並列、実行すると。ただこの時に例えばこれ4つの対象に対して3つのスレッド並列だと、例えば 1,2,3 っていうのがスレッド0,1,2 に割り当たって1個余りますけど、1番が終わった後4が実行するということで、空いたところが月実行するような形になります。で、4の時はこういう形で完全にこう均等に呼ばれるということで、要はこの並列性だけを指定して、あと実行時にこう動的に割り当てていくということが、このセクション図構文で書くことができます。でフォートランの人も OMP のセクション図、エンドセクション図っていうので、書くことができます。これも比較的よく使うと思われる構文になります。であと注意はですね、こういう足し込みですね、 S イコール S プラス X ってあって、値をどんどん更新していくものがあります。でこの時に先ほどの並列化してはいけない例ではないんですけど、この足し込みがですね、バラバラな順番に、各スレッドが持っているデータを足し込んでいいかというと、これ一般的にいけません。なぜかというと、足し込んだ値が、各スレ、スレッドの、書き込んだ値がメモリに実は反映していなくて、次の足し込みを違うスレッドが行ってしまう、ようなことになるからです。でこういう時に困るんですけど、これコンピュータサイエンスの言葉で実は配多制御って言って、ここに入ってるやつが、は一つのスレッドだけにしかしないといけないというような処理をしないといけないんですけども、それ書くのがめんどくさいんで、そういうような、専用の、指示文が OpenMP では用意されています。でこれがクリティカルってやつで、シャーププログラム OMP クリティカルとやるとですね、ある瞬間にこの足し算をするのは1個のスレッドのみしか、起きないような形で実行するということができます。でこれはもうこういう足し込みをするときは、こう原則項の OMP クリティカルって書くしかないので、こういう形で使うということも、あります。でですね、あとですね、これもよくしないといけない、指示文で、補助指示文ですね、パラレルの後に使う、指示文でプライベートというものがあります。
でこれちょっと考え方の意味で例題を出してるんですが、こういうような AI イコール AI プラス C かける BI というものがあったとして、この C はに対して実はプライベートを指示するとですね、スレッドごとになんか違う変数として C を定義して計算するよということができるようになります。でこれはですね、まあ単純に言うと C がまあ一緒だとこれ共有変数になっているので、なんかまあ同時に読み込んだりして性能劣化するのが改善されるメリットがあるんです、あるように思うんですけど、まあこれ以外に実はこれをやらないと計算がおかしくなるっていう例があって、実は重要な構文になっています。まあいずれにしろプライベートとすると個別にスレッドごとに個別になんか変数が定義されるというまあ概念になっているというのが注意するところです。でこれは C 言語の書き方で、フォートランの人はまあ同じなんですけど、4になってプライベートと書けばいいんですけど、あここにエンド抜けてるのは OMP パラあのエンドパラレルドゥというのは書かないといけないんですけど、まあ、ここの書き方は一緒です。でですね、あすみません、これフォートランの人はこう書くんですが、で先ほどちょっと言ったようにこのプライベートがないとおかしくなってしまう例で、これを絶対覚えておかないといけない例がこれこの例でして、この C 言語の人がこういう二重ループがあると、でその時に、まあ、外側のループを OMP パラレル4で、OpenMP 並列化すると。でその時に、まあ、これループだから、まあ、いいじゃないかと思いがちなんです。で問題はこの J ループのカウントですね、これ J っていうのも変数ですから、 J のカウントも実は C 言OpenMP の場合はいわゆるプライベート変数にはならないっていうことで注意しないといけない。でもしこのプライベートがない場合は どういうことが起こるかというと、この外の i のループは先ほど言ったようになんか分割されて並列に動くんですけど、 J のループの足し込みが各スレッドごとにバラバラに足し込むことになります。で J は共有変数になります。ですのでこの0から99までの足し込みという順番、0、1、2、3という足し込みが保証されません。まあ、例えば0番のプロセスが1のインクリしている間に2番のプロセス、スレッドが、なんか足し込むということが同時に起こってしまって、このいわゆるループでいうとこの0123っていう足し込みが、成立しなくなります。ですので逐次と結果がおかしくなると。でそれではダメなので、先ほどのプライベートの考え方を使って個別に J をスレッドごとに個別に J を宣言するという意味で J と書くと、ちゃんと動くようになります。でこれ を、絶対してください。これはですね、OpenMP の使用上、何もプライベートが書かれていないものは全部共有変数になるという仕様になっていて、こういう間違いをする人が多いし、実際いっぱいこういうプログラムがあったりするので、注意、する一番重要注意にしない考えて、やらないといけないことになります。で、これまあフォートランの人もまあ同じですね。だからこれはちょっと忘れない、OpenMP を使う上ではこのループ変数ですらこうプライベート化を変数にしないといけないというのが注意するところです。ですね、あとですね、よく使うのが、まあ、内積計算なんていうのはまあよくまあ、使ったり数値計算であったりするんですけども、内積計算も先ほどのクリティカルの例のように、まあ、同時にスレッド間で足し込むようなものになっているわけですね。ですから、こういう内積計算があって、まあ、単純にプラグマ OMP パラレル4と書くとこの D ドットっていう足し込みは、スレッドごとにバラバラになってしまって、当然中身の保証もされないっていうのが普通の実行になります。まあ、要はそれだと逐次と結果が、違ってしまって困るので、まあ、ここではまあ、リダクションっていう保存指示文が実は用意されていて、プラス D ドット、これ D ドットというのはこの変数名ですね。あとこれはプラスの演算だよというのを指定すると、この一文で、この足し込みを、逐次と同じような形で実行してくれるように、してくれます。まあ、ですので、これもまあよく使う、まあ、指定の仕方になりますので、注意してください。でフォートランの人も、まあ、一緒のような書き方をする。でですね、まあ、あとちょっと性能的にちょっと注意しなきゃいけないのは、そのクリティカルとか先ほどのリダクション足し込みですね、はこれ排他的に加算がしなさいっていう命令ですんで、すごいハードウェア的にも、実行時間がかかります。っていうのはこの足し込みをするときにあるスレッドが必ず1個だけしか動かないような制御を裏でしていますから、ハードウェアだろうがソフトウェアだろうがしていますから、まあスレッド数が増えるにつれてそこはすごいオーバーヘッドになるというのはまあ直感的に分かると思います。ですので一般的にはあまり使いたくないんですが、これしょうがないんですね。同時に足し込んだものを足さないといけないんで、だからこういう処理があるのはしょうがないんで、まあ、使っているということになるんですが、場合によってはですね、まあ、実はこの足し込んだ部分は逐次でやった方が早いという実例があります。
で特にまあ私の経験で8スレッドを超えてくると、そのまあこう足し込みのですね、あの制御する部分がオーバーヘッドになって性能が悪くなっていくケースがあります。でそういう時にまあどうするのかっていうとですね、まあ、これちょっとこれも多分普通の教科書には書いてないことなんですけども、あのまあこういうプログラムがあったとしようと。でその時に、まあ8スレッドでもいいですから、まあ外側に1個ループ作るんですね。これ0から P 引く1っていうのはまあ最大のプロセスまでの、まあいわゆるダミーループみたいなのを作っておくと。でこれを作った上で、この分割すべき I の中身を入れ込んだ配列 I スタートと I エンドのをあらかじめ用意しておくと。まあこうすると上のこの J っていうのは自明な並列になって、各スレッドごとのループっていうのはこれで定義されているんで、まあ逐次と同じように動くと。でかつですね、ドットの足し込みの部分は、スレッド数分のバッファーを持って、もうこれは、同時に、そのバッファーに入れ込む。まあ、そうするとこれ入れ込むだけなんで、まあ、衝突が起きない、スレッド間で衝突が起きないんで、演算結果は正しいものになると。まあ、こういう書き方をまずここは並列化としてしておくと。でそれでまあ当然これで終わると、あの内積の足されてないので困るんですが、この足されてない部分をあと逐次でやると、この下の部分で逐次で足し込んで最後に D.L とすると、足し込む部分だけ逐次でやって並列性はなくなるんですけど、こうやった方が早いことがあります。でこれ理由は、あのさっき言ったようにこのリダクションの足し込みの部分が、あのというあのなんていうかスレッド間の足し込みのオーバーヘッドがなくなるので早くなることがあって、こういうプログラムをした方がまあ良いという場合があります。ただしこれは問題サイズ、このどれだけの数を内積するのかとか、専用のハードウェア、同期の専用のハードウェアを持っているとこれは遅くなったりするので状況に依存しますけども、場合によってはこういう書き方をすると早いということがあるという一例です。まあ、以上が大体ざっとしたところですが、まあ、その他よく使う OpenMP の関数をあの簡単にご紹介しますと、ですね、まあ、あと最大スレッド数の取得っていうのはこれ MPI の時でも言ったように、まあ、これがないと何ら制御できなくなりますから、必要でして、これ OMP get num threads っていう関数を呼ぶと、最大スレッド数ですね、その環境で実行できる最大スレッド数っていうのを、取得することができます。まあ、だからこの関数もまあよく使う、関数になります。であと自分のスレッド番号ですねを取得するっていうのも、まあこれもないと次スレッド番号って、まあ認識番号ですか、これも何も制御できないんで、これもよく使って、これ OMP get スレッド num っていう関数で、まあ取得することができます。まあですので、まあこれは一例です。であと時間ですね、あの MPI の時も言いましたけども、まあ時間対象となるループの時間を調べてチューニングしたいということはよくありますから、その時に時間計測のための関数もこれも、まあ用意されていて、 OMP get double time という関数を利用すると経過時間を測ることができます。でこれはあの例がこの2つの例が書いていますので、まあ状況において使ってください。まあ、これぐらいでまあよくて、あとはちょっとその他の構文についてちょっと見ていくことにします。であとですね、シングル構文っていうのがあります。でこれは何かっていうと、まあ外にまあパラレルで実行するようなものが、すみません、これ do じゃなくて for ですね、for の間違いなんですけど、OMP パラレル for になっていて、まあまあ回っているものがあるとすると、その中で、一つ逐次で実行しないといけないブロックがあると。まあ、そういうときはどうするかっていうと、こう OMP シングルと書いてブロック B を指定すると、まあ、ここだけは、シングル、あの一つのスレッドで、しか動かないようにすることができます。でこの例だと、まあ、0番っていうのが実はマスタースレッドって言って、まあまあ、一番元になるスレッドだとすると、まあ、例えば P 以降までスレッドが動くんですが、それはブロック A についてはこう並列に動くと。で終わった後に、実はどれに割られてるかわからないんですけど、最も早く終わったものがブロック B を実行して、その後同期して、進むという処理が、書くことができます。でこの同期処理っていうのは、まあ、ここを同期しないとおそらく逐次と結果が、まあ、違うのでデフォルトで、まあ、同期入るんですけど、待たなくていいって場合はノーウェイト補助指示文っていうのを入れるとこの同期が取れます。まあ、これと調べてもらうといいんですけど、そういう書き方も、することができます。もしノーウェイト入れるとおそらく早くなるんですけど、そういう、指示文があります。でこれシングル構文で、実はシングル構文に似たものでマスター構文というものもあります。でマスター構文の使い方はシングル補助指示文と同じですが、先ほどのマスター補助指示文のブロック B っていうのはこれ実行時にならないとどこに、割り当てられるか分からないんですけども、
マスター構文にするとですね、必ずマスタースレッドにブロック B が割り当てられるようになります。だからこの場合はスレッド0が絶対ブロック B を実行するというふうになります。でかつですね、この終了後に同期が入らない、この終わった後にマスタースレッドがの B が終わった後に同期が入らないという指示構文になっているので、場合によってはこのマスター構文っていうのを使うと、まあ、早くなる場合があります。まあ、どちらを使うかっていうのは、まあ、自分のプログラムに依存するわけで、状況に応じてマスター構文を使ってくださいということになります。であとですね、フラッシュ構文というのがありまして、これ先ほどから各スレッドで計算された値は同時にこうなんか足しなんとかすると逐次の値と一緒になりませんよと言ってるんですけど、その一つの理由に実は各スレッドで計算された結果ってそのままだとレジスターの上にあってメモリまで書き戻されないっていうのが一つの理由になっています。なんで計算された結果皆さんメモリに戻ると思ってますけど、それは大間違いで、ハードウェア上はレジスター上にあってそのまま処理が進んでいくってことが普通に起きます。じゃあこれじゃ困るので、メモリに書き戻せっていうのは当然、まあ、どっかで指示しないといけないわけですね。でそれを明示的に指示するのがフラッシュ構文ってやつで、物理メモリのとの一貫性を取ることができます。まあ、例えばプラグマ OMP フラッシュで対象となる変数並びと書くと、この変数の並びについては、まあ、この場所で、まあメモリに結果を書き戻すようになると。でこれは指示しないと、フラッシュにならないので、何もしないとですね、それは物理メモリとの計算した結果は必ずしも、一致している挙動にはなりませんと。まあ、なので、注意なんですが、これデフォルトでもすでにフラッシュされていないと困るという状況があるわけで、それは先ほどから指示しているよう示したような構文は、実は何も書かなくてもフラッシュされるということになっています。例えばバリアというのをちょっと教えて、さっき出てきましたけど、バリアをする部分というのは、これは、そこ呼ばれたら、必ずその、使われた変数はフラッシュするとか、まあ、クリティカルの出入り口は当然フラッシュとかないと足し込んだ結果が反映されてなくなって困るので、当然これはフラッシュされると。あとパラレル構文も出ていくときは計算結果を書き戻すってことが何もしなくても、まあ、できるというふうになっているので、まあ、これらの構文を使う場合はわざわざフラッシュを書く必要はありません。まあ、ただしこれなんか気持ち悪いから毎回フラッシュしておこうってことでフラッシュすると当然性能は悪くなります。実行ごとにレジスタのデータを、メモリに書き込むことになるので、これはすごい性能低下になって、悪くなるので、これはなるべくですね、だからちゃんとその結果を書き戻さないといけないときの状況だけ使うようにするというのが、まあ、性能の面での、基本になります。であとですね、まあ、スレッドプライベート構文っていうのがあって、まあ、これがちょっとですね、私はあまり使ったことはないんですけど、まあ場合によって使うことがあるので、ご紹介しますと、スレッドごとにこのスレッドプライベート構文っていうのはスレッドごとにプライベート変数にする、スレッドで独立した、まあ、なんか変数を定義するんですが、まあ、スレッド内で、まあ、待機アクセスできるような、変数を宣言するということになります。まあ、例えば C 言語でこの、スタート、i エンドっていう待機変数を取ったときに、これは OMP のスレッドプライベートに宣言すると、メインプログラム中でこのループですね、なんかOMP パラレルのプライベートと書いてあるループがあって、このときに、各スレッドの開始と終了の、値を、この待機変数に i スタート、i エンドと書いておくと、これはプライベート化されている。だからこれプライベート化されてないと、これ書き込んだ値っていうのは全然なんか予想しない値、実行されたどれが実行されるか分からないけど、どのスレッドが早い者勝ちでこう代入されてバラバラの意図しない値になるんですけど、これはプライベート化されると、まずだから各スレッドで異なる i スタート、i エンドを持つようにした上で、待機変数になっていて、かつ、この値をセットした上でこうカーネルっていう部分を読んで、まあ、スレッド実行すると、この正しくこの自分の担当するスレッド、i スタート、i エンドのループの範囲が指定されるという使い方ができます。まあ、ですので、まあ、待機変数でかつループOMP の並列リージョン内の、で個別にプライベートするべき変数で使う場合は、このような宣言をしておくと、まあ、便利。毎回こう、OMP パラレル、4とか2ごとにこういうことをやらなくて済むので、便利ということになります。ですね、まあ、これは状況によってこういう使い方をすることもあります。はい、で、まあ、大体ですね、今まで示したような
難しくないんですけど、それぐらいの構文を使って、まあ、並列化をしていくっていうのが OpenMP のスタイルで、まあ、あとですね、スケジューリングっていう、こう実行時にいろいろこうループの回し方を、最適化していくという、話があります。でこれも結構よく使うので、紹介しますと、パラレルルートかパラレル方向分では対象ループの範囲ですね、これ、例えばループが1i は1から n を含まるとか n までとか、そういうループになっていると思うんですけど、それの場合はですね、パラレル2のところで紹介したように、単純にスレッド数で割った数だけ、ループが連続して割り当てられることになります。でここにこうループ変数の流れってあるんですけど、これループ番号が i が1、2、3、4というのがこう書いてあるとします。これ反復空間と、まあ、コンピュータサイエンスの場合あの話のところでは呼ぶんですけど、ループの長さが1から n までこう変化していくときに、まあ、均等に割った形で普通は実行され割り当てされます。でこの時にですね、for ループの中身がなんか計算負荷が非常に不均等になっていたら、まあ困るわけですね。でなスレッド0はこう一つの仕事の単位だとすると3っていう仕事の単位をこれ持ってるんですけど、スレッド0は3なんですけど、1、2、3、4に進むにつれて、ループが進むにつれてどんどんこう負荷が大きくなっていく場合は、単純にこのスレッドを分けてしまうと、各スレッドに割れ当てられた仕事が均等ではないので、スレッド実行時に非常に負荷バランスが悪くなって性能向上が、抑止されるということになります。さすがにこれは困りますので、これを、まあ、解決する方法が、OpenMP で用意されていると。で、まあ、早い話、こういうふうに計算負荷がこうループに従って増えていく場合はですね、この割り当て間隔を例えば2だったのを1間隔でこう循環して割り当てていけば、まあ、先ほどよりも負荷バランスは良くなるわけですね。ですからこういうような、ループの回り方に対するスレッドへの割り当てができればいいということになります。でここでこれ例えば1というサイズで割り当てループの、単位をと仕事を割り当てましたけど、この割り当ての間隔をチャンクサイズと呼びます。でこのチャンクサイズはですね、計算機ハードウェアと対象となる処理によって、まあ、どれがいいのか、どのサイズがいいのかっていうのは依存するわけですけど、いずれにせよチャンクサイズを変更すれば、計算負荷を、改善することはできます。でこれが、できる、補助指示文というのが OpenMP では用意されています。でまず最初に出てくるのはスケジュールって、これが補助指示文なんですけど、スケジュールのスタティックってやつで、まあ、N っていうのはチャンクサイズです。でこれが先ほど言ったN が指定、チャンクサイズが指定していないのがスタティック、普通にやったらこのスケジュールスタティックになるんですけど、これはどういう割り当てかというと、ループサイズをチャンクサイズ N で分割して、スレッド0から順番に0、1という形でラウンドロビン、まあ、順番に割り当てていくと、まあ、これをラウンドロビン方式と呼ぶと。だからループが回るときに、まあ、均等になんか割って、チャンクサイズごとに0、1、2、3と割って、また0、1、2、3と割り当てていくと、まあ、だからこれ静的に割れてるんでスタティックとなってると。でこれ先ほどのようにチャンクサイズを変えたい場合は、ここに5とか10とか自分の好きな、ループの、反復数を書くことによってチャンクサイズを指定できるという、ものが、スタティックの、補助指示文になります。でこれがまあ普通の方法、まあ、普通、まあ、よくやる方法です。でまとめますと、これを特に指示しない場合は、OpenMP パラレル4とかやった場合は、ループ長割るスレッド数の値のチャンクサイズが勝手に生成されて、どんどん実行されるだけになるというのが OpenMP のデフォルト実行になっています。で一方ですね、ダイナミックっていうのがあって、これはですね、まあ、チャンクサイズ N で指定できるのは一緒なんですが、ループ長をチャンクサイズでまず分割するって実行すると、まあ、これはここまではスタティックと同じなんですけど、その後処理が終わったスレッドから早いもん勝ちで次の、ループの、担当を決めるという方法があります。でこれはだからどうなるかわからないんですけど、まあ、早いもん勝ちで、空いた、スレッドから、仕事を、ループの仕事を取っていくという方法です。ですのでこういうダイナミックを使う場合は、実行時にならないと負荷バランスが分からない、どうなるか分からない場合に、このダイナミックっていうのを使うと早くなる可能性があるというスケジューリングの方法になります。であと最後はガイディットっていうのがあるんですけど、これはまあダイナミックの変形みたいなもんなんですが、まあループ上をチャンクサイズで分割していくんですが、ループが進むにつれて徐々にチャンクサイズを小さくしながら進めていく
ただどのスレッドがどういうふうに次のイタレーションの仕事を取るかっていうのは、まあ、実行時に決まるというものです。なんでまあ、この場合はなんか、それが進むとどん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 小さくなっていくと。でその割り当ては指数的に小さくしていくというものです。なのでこれループが進むにつれてなんかまあきめ細やかな、ループ上を小さくして、負荷バランスをしない場合にガイディットというのは使う場合があります。まあまあ、この、3通りが、まあ、ありまして、だいたいこういう負荷、まあ、これスケジューリング、ループのスケジューリングといいますが、こういう形で、OpenP の、最適化をしていく、ことがありま す, です、ね、ちょっと例を出しますとです、ね、まあ、こういう例を考えると、なんかループがあって、外の i ループに対して Open パラレルドゥを、これフォートなんですけど、やると。まあ、この時にですね J のループが実は中内部であってこれは当然プライベート化しとかないといけないんですけどこのループ帳がこう間接参照になっていてこの長さが一定ではない、まあ、こういう場合はこの外に対して OpenP 並列化してもこの中でループ回る状況の負荷バランスがわからないのでスタティックで外を単純に割っちゃうと負荷バランスが悪くなる恐れがあります。ですからわからないのでここではスケジューリングダイナミック10と書いてこの10っていうのがまあ最適かどうかは別にしてですね10個のループ i に対する10個のループごとに早く終わったものから仕事を取っていくよとすれば実行時に負荷バランスが均等になる可能性があるという方法になります。ですからこういう処理に使うということになります。でもう一回言いますとダイナミックガイディットっていうのはチャンクサイズがこれあります。10とかこれループ帳をどう、割り当てていくかこれがですね性能に大きく影響を及ぼすっていうのを忘れないでください。で一般的にチャンクサイズが小さいと負荷バランスは良くなるけど反面その分ループごとに待ったりするオーバー同期待ちのオーバーヘッドは、まあ、大きくなってきます。一方チャンクサイズが大きくすぎるとですね負荷バランスが悪くなる反面そのループごとの、スレッド化の同期待ちオーバーヘッドは少なくなりますのでトレードオフがあって、まあ、実行時のチャンクサイズのチューニングというのは一般的に必須になりますからこの分チューニングのコストというのが増えます。これだからハードウェアが変わっても増えますし問題サイズが変わっても、チャンクサイズは最適なチャンクサイズは変わります。ですので、その都度、まあ、チューニングが必要になると。まあ、だからちょっとこれは今嫌だといえば嫌なので、まあ、その場合はですね、まあ、スタティックのみで実は早い実装ができる場合が実はあります。ダイナミックに必ずしもしなくてもいい場合があります。でもし、まあ、スタティックの一番いいところはですね、まあ、負荷バランスは悪くなるかもしれませんがダイナミックにこうなんかでなんか取っていくことはしないので、まあ、静的にもうループの割れて決めてしまうのでオープン MP 自体のオーバーヘッドはほとんどないという利点があります。ですから事前に負荷分散が均衡となるループ範囲が調べられるのであればこれは先ほどのループなんか J ループが事前に何ていうか間接参照になっていてループ帳が一定でない場合でも事前にそのループ帳の範囲が調べられるのであればスタティックスケジューリングを使ってあらかじめスタティックに自分でスケジューリングしておくと最もまあOpenP 化して、効率がいいプログラムが書ける場合があります。まあ、ただしその調べるコストが増えるので、プログラミングコストが増大するという欠点があるんですけど、こういうふうにした方がいい場合があります。まあ、例えばですね、これが一例なんですが先ほどの例というのは実は素行列ベクトル積といってまあ、数値計算の中でも反復解放でよく出てくる、カーネルの例、の一つになっています。でこれをですねまあ並列化していくんですこれはまあ原則この do プライベートで do 分パラレル do 分であればいいとでスレッド個数だけその k のループをまず作っておいて、この k に対して、この j の1行、まあ、ループの、値をまあ決めておく。でどう決めておくかって事前にこのループ帳全部調べて各スレッドが均衡になる範囲内で、その i のループが負荷バランスがいいように決めておけば、先ほどの例みたいにダイナミックを使わなくても、スタティックなスケジューリングなおかつチャンクサイズは別に特に気にせず、まあ、負荷分散が均等化できるということになります。でこれはですね、まあ、ちょっと、まあ、場合によるわけでこれ当然ながらこの K ボーダーとかいう範囲の、ループの範囲がですね実行ごとに変わってしまって全然見当もつかない場合こういうような最適化はできないんですけども、まあ、素行列計算の場合実は非ゼロ要素数っていうのは
反復開放中、何回か反復開放で回るんですけど、それ1000回ぐらい回ったりするときに、まあ、変わらないわけですね、行列の形状が。だから1回事前に調べておいて、こういうような自分で最適化を書いておいた上で、スタティック実行すれば負荷バランスも良くなってオーバーヘッドも少ない、もう、オープン MP 並列化ができる場合があります。まあ、そういう場合はこういうふうに書かれた方が、まあ、早い。で特にあの最初言いましたように8スレッドを超えてくると、あのこういうダイナミックとかのオーバーヘッドも見える、見えてあのダイス効果があの悪くなってくるケースがあるので、まあ、自分でこうやって書いた方が早い例というのはありますので、特にそういう人は、考慮して、こういう並列化をした方がいいかも、いいという例。はい、で 今までちょっとざっと、OpenMP の、なんというか基本的な話をしましたが、もう一回ちょっとおさらいのために、注意を、見ていきたいと思います。でですね、あのもう一回言いますと、OpenMP による並列化はパラレル構文を用いた単純なフォーループ並列化が、まあ、主であることが、まあ、多いです。これがほとんどの皆さんがやっている並列化になります。で複雑になればなるほど、OpenMP 並列化というのはプログラミングが難しくなってきますので、まあ、簡単だよ簡単だよといった OpenMP プログラミング上の利点が失われていくので、やる意味がだんだんなくなってきます。これだから究極的には MPI と変わらなくなるので、注意してくださいというか、まあ、やってて自分で気づくはずです。こんなことやるんだったら最初から MPI で書いた方がいいんじゃないかと思い出します。で特にですね、じゃあパラレル構文を使って並列化するんですけど、ここで、さっきから言っているようにプライベート補助指示文の使い方を間違うという例が極めて多いので、もう一回これは、確認したいと思います。でもう一回言いますと、これこういう例が何回もあるから言うんですけど、パラレル do とか書いた場合に、プライベートなしで、ループが、並列化されるのは直上の1個だけです。だから i って書いたのはなしでも、ここの i の ループ変数は、プライベート化されます。だから書かなくてもいいです。で問題は書かないといけないのはこの j の足し込みは、このままだと共有変数になってしまいますから、この指示文のままだと、J の足し込みは1から100まで順に足されていくことはありません。だからこれは、プライベートがないと実行時におかしくなって、まあ、バグになります。でさらにですね、こういうテンプってか、まあ、変数が自分で書いていて、なんかこう足し込んで入れるってことを、まあ、やることはあるんですけど、このテンプって変数もプライベートを書かないと共有変数になりますから、これもスレッドごとに早いもん勝ちでテンプに代入して、どのスレッドの結果が残るかわからないのでバグになります。ということで、原則全部書いておくということが必要ですね。これを忘れないでください。プライベートというのは原則中に書かれている変数は全部書いておく。ループ変数まで含めて。ということを、忘れないでくださいと。でですね、これも過去にあって困った例なんですけど、いやこれ実はですね、何回も言いますけど、プライベート文って一般的にむちゃくちゃ長くなるんですね。中に書いているループが複雑になればなるほど。それが嫌だから、あの関数化するっていう技を使って逃げようとした人がいます。でこれは、まあ、実はですね、あの OpenMP の場合は関数の引数というのは宣言しなくても自動的にプライベート化される。なので、プライベート関数を減らすために関数化してですね、例えばコール foo というのを作って、これに使われている変数を全部ここに引数にして100個ぐらいあったりするバカでかい引数にして、OpenPy パラレル do としますと。これはあのプライベートって嬉しいんですけど、これでとんでもないことが起こってですね、これは、まあもう一回言うと、関数引数は自動的にプライベート変数になるため、プライベート補助指示文にすることを減らして嬉しくなったと。しかしこれ関数呼び出しのオーバーヘッドがむちゃくちゃ増えるんですね。一般的にこれ呼ばれるとですね、プログラムカウンターっていうのがあって、そこでいわゆる、まあ、プッシュとポップと内部的にこう関数の引数っていうのは、オーバーヘッドを生むような構造になってます。プログラムでこれがむちゃくちゃ増えちゃってですね、あの並列化する意味がなくなったっていう例があります。だから先ほど言ったように OMP パラレルオープン MP 化した瞬間にですね、あのオープン MP パラレル、ナムスレッド1にしても、普通の逐次のやつの方が元のやつの方が早かったっていう事態になって、全然効果、これで結構、困った例が、それもあの早くなり方が、4並列ぐらいまではうまくなんか出るんだけど、4並列超えるとこれの弊害がむちゃくちゃ出てどんどん悪くなっていくっていうね、なんだろうなんだろうということがありまして、こういうだから筋の悪いプログラムにしてはいけませんというのが一つあります。まあ、一つこれやるあのまあ直してどうや、まあ、早くしたんですけど、どうやったかというと、まあ、これがやりたい場合はまあ待機変数で引き渡すと。でこれがまあちょっと汚いから嫌だという場合があるんですけど、まあ、ポインター引き渡しにするか、あの待機変数で引き渡して減らすと、まあ、早くなるというケースがあるので、これは注意してください。
でこれこの例はですね、プライベートに記載する変数を少なくするというよりかは中に書いてある式が複雑すぎるから、OpenMP で並列化しにくいから関数化しようというのが元のアイデアだったようですけど、結局こういう事態に陥って、ひどい目に遭うということになるので、あくまで OpenMP で書く並列化の中の、ループというのはシンプルなものしか原則、できないと思った方が、身のためということです。であとですね、これも信じられないことなんですが、これも誰もどこでも教えてませんけど、パラレル構文っていうのは、普通切り離して書くことができます。これ教科書によってはこれが正しい書き方だって書いてるものがあります。要は OMP パラレルと書いた上で開業して OMP do プライベートと書くと、これはいいと思える、思いますね。ですけどあるコンパイラーによってはこれをするとですね、このパラレルのところでどうやらフォークしてループごとにフォークするような、なんてコードを吐くという変なコンパイラーがあってですね、要は1行で書いたものと違うコードを吐くことがありました。でこれ意味合い的にはこれですね、1行で書こうと複数行に書いても一緒なんですけども、実はこれパラレルドゥというのは1行で書いた方が変なことが起きないという事態がありましたので、これも注意してください。でこれもだから妙にこれを並列化すると遅くなるなっていう例で、こう書くと実はこのように1行で書いたものと違うコードが書かれていて遅くなるという、これは普通はなかなか発見することはできない例なんですけど、これも発見されたことがあるので、無駄なことは書かないっていうのが一番、いいことなんですので、これは、注意すべき、ことにはなります。であともう一個あるのは、じゃあこうなんていうかですね、パラレル文っていうのは1行で書かないといけないのかっていうと、実はそうでもない例っていうのがあって、これが本来の多分分割する書き方なんですけど、パラレル構文っていうのは、文法では do 構文、CG 文分割して書けるんですが、複数のループが、あると、これ20ループになっていますけど、30ループとかでもいいんですけど、複数のループがあって、外側のループはデータ依存があって、ここは並列化できないという例があります。でそういう場合はもう内部の並列化を使ってですね、この場合だと J ループの並列化を作って、こう書くしかないんですね。これはいいです。でもこれを書くよりも実はこういう場合はですね、外に OMP パラレルと書いた上で内部に Do と書く方が早いケースがあります。これ理由はですね、パラレルと書いたところで実はフォークして、この要するにここでスレッド立ち上げの処理とかができて、中で実際のスレッド実行するので、スレッド立ち上げのオーバーヘッドを減らすことができるので、これは正しい書き方で、こういうふうにする方が一般的には早くなる。で問題はですね、一つ注意はですね、外側の並列ができる場合と内側の並列、この場合だと i の並列ができると j の並列ができる場合があった場合に、どちらをやった方がいいかというと、当然外側でやった方がいいということになります。これ理由があって、j のループでやると毎回こう小さいループに対して並列化することになって、並列化のオーバーヘッドが出てしまうので、これ i と j のループがあったときにどちらでも並列化できる場合はなるべく外側のループで OMP 並列化するというのも鉄則であるんですが、この場合はあくまでも i のループが並列化できない場合に、 j をする場合には分割して書いた方がいいという例になっているので、注意してください。これも書き方で、工夫できる並列化の一例になっています。並列化、効率の良い並列化の一例になっています。であとですね、これもよくある実例ではよく特にデムとかでやってる例であるんですけど、ですね、これは何を言ってるかっていうと、先ほどの例そのものなんですけども、OMP パラレルプライベート J として J っていうのが間接参照になっていて、間接参照の中身を足し込むみたいな例が、これは実は、これちょっとかなりシンプルにしてますけど、デムとかの結局は衝突判定するとこんなようなループが出てきます。でこの時にこれも先ほどから言いましたインデックスの中身がどうなってるかわからないから、こういう並列化はできないって例なんですけど、たまたま動いちゃう例があるんです。要はこう、一般的にはこれインデックスがどんなものが来る場合かわからない場合はこれ結果が逐次と合わないんですけど、なんか粒子が偏っていて隣の粒子とそんなにぶつからない場合はたまたまこれ動いちゃう場合があるんです。でそういう場合は全然気づかなくて使っていて、並列数が大きくなってきたり、スケジュールのダイナミックを利用するとおかしいと、逐次とおかしいという例があって、その時はこういうふうに使い方をしていて本人が気がついていないということがありました。なのでこれは注意してください。でこれはだから、どうするかというと、もうこれクリティカル入れるしかないですね。ここの足し込みをもうクリティカル入れると動くようになります。でなんでこういう間違いをするかというと、さっきの共有変数っていう言葉がこれどうも正しく伝わっていないっていうことで、OpenMP の共有変数っていうのはデータ一貫性の保証はしません。
すなわち先に書き込んだやつが必ずしも後から読み込むスレッドに対して中身を保証しているような共有変数ではないので、普通の頭の中での共有変数と違うからこういうことが起きます。要は共有っていうのはたまたま同じ変数を使う中であって書き込んだ中身は保証されないんですね。それは保証しちゃうとむちゃくちゃコストがかかるので、そういうような実装はされていない。でなおかつそういうことが分かった上でユーザーが使ってると思ってコンパイルするのが OpenMP なので注意してください。なんでまあこの場合はここまあ一般的な場合はクリティカルを入れるしかないんですけども、これ入れるとまた性能的に困ることになるわけですね。これクリティカル入ることに他人なんか他のスレッドが入ったかないかをチェックしますから、配達制御しますから、まあ性能が当然悪くなる。で特にまあ8とか16セットになるとその時間がほとんどになってしまうという事態が起きます。なので先日のように先ほど言ったようにクリティカル補助指示文を入れないといけない場合は、特に高スレッド実行8を超えてくるときに経験的な性能が劇的に悪くなります。でこの、ことを解決するにはもう原則この3つしかありません。で1つはもうアルゴリズムを変えるってやつですね。スレッド内のアクセスのみに限定してクリティカル補助文を外すように、まあ、アルゴリズムを書き直す。絶対こう同時に足されないような形で、先ほど言った粒子とかをまあ配列し直したり、そういうような保証をすることで、クリティカルを外しても足して、おかしくならないようにする。これが一番本質的にいい方法です。まあ、とは言ってもこれができるかどうかっていうのは、まあ、それはアルゴリズム依存ですし、すごいプログラムの改変しないといけないとできないわけですから、次に事前の策で考えるのは、なるべく理論的にクリティカルに入らないようにデータを並び直すとか、そういうようなことでも、まあ、実は高速化することができます。まあ、クリティカル入るときに明らかにいっぱい入る人たちがいなければ早く、なるような機構がある場合がありますので、そういう場合だとこう入る粒子数を減らすだけでも早くすることができます。まあ、それでもダメなら、まあ、最後に来るのは先ほどの内積計算におけるリダクションの例がありましたように、もう分離すると、事前に、もうスレッド間で足し込みしない部分だけを書いておいて、その足し込みの部分は逐次にしてでもやるというふうにすると、先ほどの処理がまあ早くなることがあります。まあ、いずれにしろこのような3つしかない、まあ、実はまあ4番目とかいうのは一番近いので、あったりするので、要はなんか演算量が増えても、クリティカル構文を外せるようにするとか、そういう技もあるとは思いますけど、まあ、そういうような、アプローチを取るしかない、早くするためにはということになります。でもう一回今何回も言いますと、 OpenMP は単純なループを並列化することに向いているので、実用的なアプリケーション、特にレガシーコードですね、皆さんが持っているレガシーコードをそのまま OpenMP 化するとひどい目に遭うケースっていうのは私は何回も見てきました。それはというのは外側のループからみんな並列化しようとするので、中がむちゃくちゃ複雑な式になっているわけですね。そうすると何が起こるかというと、プライベートの中身が爆発すると、なんか100個ぐらい書いてあるループっていうのが普通の、もので起きます。でこれ、まあ、書けば頑張って書けばいいんですけど、まあ、書いたとしても人間ですから、抜けることがあるんですね。で問題は、中でプライベート化しないといけない変数があったときに、コンパイラーは何をするかというと、実はコンパイラー何も言いません。これだからユーザーが分かっててわざと書かないんだなと思って動くのが普通なので、まあ、ワーニングも出す場合もあるし出さない場合もあるし、まあ、コンパイラーによっては止まる場合もありますけど、まあ、原則それはスルーすると思ってください。ですから何が起こるかというと、実行時に動いたり動かなくなったりするプログラムが、できて、デバッグがむちゃくちゃ大変になるということになります。でこれはまあはっきり言って結構言語的な欠陥で、処理系とかも解決しないといけない問題、これ結構コンピュータサイエンスの人も指摘するんですが、現状のコンパイラーはこれは、まあ、これが仕様ですから正しく動いている、プライベートの中身が抜けていてもそれは何も言わないというのは正しいことになりますから、もうまあ文句は言えないことになります。で一つ解決策は、あまり解決策になってもないかもしれないですけど、コンパイラーによってはちゃんとこの変数はプライベート変数であるとか、この変数は、シェアード変数であるという出るコンパイラーがありますから、それを見るしかないですね。それを見れば、ちゃんと、予想通りになっているかというのが分かりますので、それで一個ずつ見ていくというのが、まあ、無難です。で、まあまあ、でもそもそもこれなんですね。だから OpenMP は単純なループを並列化することに向くんで、難しい複雑なループを、まあ、使った時点でそれは使用範囲以外であるというのに近いぐらいの話になってくるんですけど、まあ、そうは言ってもいっぱいのプログラムは複雑になっているよってところで悩ましいところっていうのはまあ分かっていますが、そういうふうになって、
であとですね、まあ、8スレッドを超えたときに性能が悪くなる場合どうするかっていう話があって、これが結構、まあ困難です。困難っていうのはそもそもどうやってチューニングしたらいいかわからないっていう話があって、まあ、それ自体が OpenMP の欠点であるということが、まあ、ありえます。なんでこれさらにですね、例えばチューニングする方法が分かったとしても、まあ、例えばデータコードを変えたりするということをやり出すとすごいプログラムの変更になってしまって、そもそも論でいう OpenMP の容易な並列化を妨げる、これがよく起こっていることで、あるんですけど、これとの葛藤になるというところが問題です。なので、まあ、複雑な、さらにスレッド自体、スレッド処理自体が複雑なプログラミングを OpenMP で書けないので、それも困るという話があります。まあ、その場合も P スレッドとかネイティブなスレッド API で書いた方が早いんで、まあ、そもそも使わないっていうチョイスになってくるんですけども、まあ、あくまでもだから単純なシンプルなループを簡単に並列化する場合に使うというのが、まあそういう仕様になっているところは再認識した方がいいです。でちょっとプログラム実例って言って、まあ、プログラム実例ってほとんど実例ではないんですけど、まあ、本当に単純な例で行列席ぐらいなのはこれはもう楽勝な話なんです。行列席のループっていうのは、まあ、並列性があります。ですからこう i ループの並列をかけるときには1文だけですね。でここで次は jk っていうのはプライベート化しと、これだけで実は OpenMP 並列化ができてしまうので、まあ、まさにこういうのを並列化するために作られているということになります。でですね、まあ、最後ちょっと、まあ、アドバンストな話題で、これはアドバンストな話題というのは実はこれは結構効く最適化で OpenMP 特有のものでファーストタッチって技術があるので、ここをちょっと、まあ、紹介することにします。でファーストタッチって何かっていうと、これはですね、まあ、最初の講義の方でも紹介したんですけど、マルチコア計算機の中でも CC ヌーマ、キャッシュコヒーレントノンユニフォームメモリアクセスのハードウェア向けのメモリ最適化の方法です。で特に OpenMP で行うスレッド並列化で、まあ、最も重要な技法と言われています。でこれ何かっていうと、ちょっと構成は前回とは違った図になってますが一緒で、CPU が4つあるときにローカルなメモリがまあついていると。でローカルなメモリはなんか配線で欠線されているんですが、CPU0 番だとメモリ0の上に置かれた配列とかのアクセスは早い。まあ、一方これ共有メモリになっているので、まあ、どこにでもまあデータを置けるんですけども、メモリさんに置かれているデータをアクセスするときは、まあ、アクセス時間は遅い。例えばこれ1秒に対して3秒ぐらいかかってしまうような、まあ、アーキテクチャ上での最適化、特に OpenMP を使うときの最適化の方法になります。でこれは何かというと、まあ、CC ヌーマ型のハードウェアでは確保した配列、まあポータラの人だったら別に動的確保でも静的確保でもどっちでもいいんですけど、まあ、ダブルの A とか宣言したものとか、まあ、C の人だったら、まあ、C の人はダブルの A か、ポータラの人はダブルポジションの A でもいいんですけど、そういう確保した配列です。あとまあ動的にマロックで取ってきてもいいんですけど、そういう配列の、があったとして、その配列を取った後に初めてアクセスした時に、実際に各コアに最も近いメモリに配列が置かれるという、特徴があります。でこれを利用してですね、本計算と同じデータアクセスパターン、すなわちループ構造で、プログラム上最も先に OpenMP 指示文を用いて配列を初期化すると、 CPU に近いメモリに配列がセットされます。っていうのはメモリ0番がアクセスする、配列ってのはここに0に置いときゃいいんですけど、普通にするとですね、OS 依存になって A って宣言したものがこう分散されて置かれるようになります。だそうするとこういうことが起きるわけですね。それが嫌なので CPU0 番がアクセスする配列は、メモリ0番に、必ず置いとくようにするためには、本計算と同じような形で、ループを回すと、それは最初の実行時に、必ずメモリ0のとこに置かれると、0番が必要とするデータはメモリ0のとこに置かれるというような仕組みがあるということ。なのでまとめると、本計算と同じループ構造で確保した配列の初期化、例えばゼロクリアもしくはデータのセットをするだけでファーストタッチが実現できるということが知られていて、これを使って早くするという話です。でちょっとここで一例を出します。これは行列ベクトル積の密のものなんですけど、これはいわゆる本計算ってやつですね。行列ベクトル積になっていて、これ J ループに対して、I ループに対して OpenMP 並列化をしたもの
でこれ何もしないとこの、これは、I レベル行レベルでなんか並列化してるんですけど、この、例えば0スレッドの、A の配列情報が、短一番近いメモリを、まあ、置かれる保証はないわけです、ね。まあ、OS が決めた勝手に決めたやり方で、置かれると。まあ、ところが、確保してすぐの段階で、まあ、こういう形で、配列0クリアしてこれだから、まあ、ループの回し方はこの本計算と一緒ですね。で問題はこの A の配列、この A の配列のパターン、まあ、アクセスパターンもまあ本計算と一緒、ただ0が代入されているだけで、この A マットっていう、 こう行列の、これベクトルか、ベクトルの配列セットと行列の、初期化も本計算と同じだけど、これ0に、セットしているだけっていうのを前に書くと、 A と A マットっていうのが、CC ヌーマで最適なところにまあ置かれると。まあ、この例だと B っていうのが実はよく分かんないんですけど、 J に回っていて、これ各スレッドごとに J が全部0から100まで回るんで、最適化しようがないんで、これはまあ書けないんですけど、いずれにしろ A と A マットについてはこれをやるだけで、身近の A メモリに置かれるということになります。でこれがファーストタッチで、これおそらくまあ自分でプログラム作ってる人はこのぐらいは書けるんで、非常にやりやすい最適化の例になります。これ C 言語ですが、フォートランの人も全く一緒ですね、考え方は。なので、同じように、することができます。でちょっとこれで具体的な、一例、を紹介したいと思うんですけど、これはあの例として T2K オープンスパコンです。1ノード16スレッドで、CPU は AMD クワッドコアオプテロンバルセロナですね。でこれは4ソケットですね。あのソケットっていうのは、前回話しましたけど、まあ、CPU って書いてるものがこれ4つあるんですけど、これが CPUがこれ1ソケットと数えます。で、あの T2K オープンスパコンの場合は4ソケットですから、この CPU の中に4つのコアが入ってて、全体で16個になっているという構成になっているところに注意すると、まあ、そういう CC ヌーマのマシンで4ソケットで1ソケットあたり4コア合計16個の CC ヌーマ計算機で、まあ、ここでの対象は、まあ、素行列ベクトル積、さっき紹介したものです。でこれちょっとあの、まあ、私が開発している XABCLIB ってもので使われている実装から取ってきたもの、まあ、原則別にこれはあのライブラリ依存ではなくて、一般的な素行列ベクトル積の例になっています。でちょっと、まあ、あまり詳しくは紹介しませんけど、素行列 の、あの表し方いっぱいあるので、一例ですけど、これ CRS フォーマットというフォーマットで、まあ、入っているとします。でこの CRS フォーマットって何かっていうと、先ほどの例で出てきたような形式なんですけど、まず、まあ、0の部分、行列の0の部分は、まあ、除いて、データが確保されている。それはバルっていう配列の中に、素行列の、要素が入っていると。で各行ごとの、非0要素の数が、この IRP っていうところに入っていて、これ I 行の、非0要素数 IRP から IRP、I プラス1、マイナス1までの数、連続する数、あのインデックスに、まあ、入っているとします。で、まあこれは行なんで、あ と、これはインデックスになっていて、問題は X ですね。右辺、Y イコール AX って計算をするとすると、X のアクセスっていうのは、まあ、これじゃ分かりませんから、まあ列方向のインデックスを、残しておく必要があるんで、それを入っているのは I コールっていう配列にします。そうするとここはまあ間接アクセスになるんですが、まあ、いずれにしろこれで素行列ベクトル積っていうのがまあ実現できます。まあ、こういう処理があるときにこれをまあファーストタッチすると。だからやり方は先ほど言ったように、このループの構造を残しておいて、バルっていう値と、まあ X のアクセスとかも、まあそういう意味では違う、 I コールのこの、 あのアクセスですが、それを0、あの代入して、まあ初期化しておくということになります。でまあ、あとこの実装では先ほどの例のようにスタティックを使うんですが、あらかじめ非ゼロ要素の1行あたりの非ゼロ要素数を調べて、スタティックに最適な負荷分散が良くなるようにループを作っていると。だからこれ K ボーダーっていう、まあ、こういうループをあらかじめ調べて、まあ、入れてあるという、先ほどのやり方でこう並列化されているということになります。まあ、いずれにしろこの、まあ、例題でファーストタッチをしてみましたと。でどれぐらい速くなるのかっていうのは興味があるところなんですが、まあ、一つ例を、ここに、持ってきています。でこれちょっと横方向見にくい、いろいろあって見にくいんです。これ何を意味しているかっていうと、これいろんな素行列です。でこの世界ですね、いろいろ素行列のベンチマークを取るときに、フロリダ行列ってフロリダ大学の素行列コレクションを使うことが多くて、その中から、いくつか選んできているものです。で縦方向はギガフロップスですね。だから上になればなるほど、性能がいいと。
で、ノーファーストタッチって青いラインはこうファーストタッチせずに普通に、まあ、行列ベクトル積をやったもので、ファーストタッチをつけたら赤色になりますと。でこれを見ていただくと、まあ、効果のあるものもないものもまあありますと。まあ、ただし効果があるものが結構強力で、例えばこの辺の行列っていうのは約3倍ぐらいギガフロップ値が上がっているわけで、まあ、この環境だと3倍ぐらいファーストタッチやるだけで速くなるっていう例になっています。で問題はなんでここ素行列によってはファーストタッチ効かないし、こういう素行列だと3倍も速くなるのかってことなんですけど、まあ、これは実はデータアクセスパターン、素行列のデータアクセスパターンに依存するということになります。でちょっと詳しく見ていくのがこれなんですけど、これ、まあ、この3倍速くなったものの行列って SME3D ってやつとか規制論とかやつなんですけど、これはですねちょっと著作権の都合上ここ持ってこれませんけど、興味ある方はこの、ホームページをちょっとアクセスしていくと形状が分かりますから、見てもらうといいんですけど、 SMB3DA っていうのは実はこれ非ゼロ要素数の分布っていうのは結構ランダムみたいで行列全体に広がっています。まあ、そうするとですね、総行列ベクトル積やる場合にベクトルの部分のアクセスっていうのは全般にわたるので、あまりこうファーストタッチしてもソケットの中にデータが収まるということはないような気がして変だなと思っていたんですけど、これ実はすごいサイズが小さいんですね。そういう場合はですね、こう素行列 の、 非ゼロ要素数が行列の全般にわたっても右辺 B というのはキャッシュに入っちゃってですね、これで最適化されるという実例になっていたよと。まあ、いずれにせよこういうデータだと速くなるし、実は最もこのファーストタッチ素行列ベクトル積で速くなるのは生態核行列っぽいやつなんです。で理由はあって、それはこの、まあ、この規制論2というのを見てもらうと思うんです。これ30体核行列ではないんですけど、まあ、形状は30体核に近いような配列になっています。でなんでこれが、まあ、ファーストタッチと速くなるかなんですが、実は右辺 B のアクセスがですね、30対角っぽいところだと、要はスレッド0番に、まあ、で使う右辺 B の、値っていうのを、まあ、集めて置いておくことができます。それがゆえにそのファーストタッチすると、最適なところにデータが集まって、まあ、早いアクセスが可能になって、まあ、一番3倍ぐらい速くなったという例です。まあ、いずれにせよ素行列の場合はこういう形で入力行列の特性によってしまうんですけど、そうじゃない場合っていうのは、まあ、当然密行列とかだと、まあ、それは固定になっているので、まあ、より効果はあると思うんですけど、まあ、それともまあ、一般に現れる光学で現れる行列ですねっていうのは、実はブロック行列とかブロック対角とかある程度、うまいことアルゴリズムを工夫することによって対角要素に集めることができますから、そうするとこの規制の2と同じようなアクセスパターンになって大体3倍ぐらい速くなるというのが経験的に知られていることになります。ですのでそういう行列の特徴があるものについては、こういうファーストタッチの効果は絶大になるということです。はい、で一応まとめですが、ファーストタッチというのは、まあ、比較的簡単にできる最適化で、近年のマルチコアで、まあ、意味あるものなんですけど、まあ、まとめます。 CC ヌーマのアーキテクチャでないと効果がありません。だからそうじゃないやつですね。 K コンピューターというのは CC ヌーマではありません。というのはあれ1チップでできているので、ソケット1個しかないので、こういうのはやってもまあ原則速くなりません。で同じように FX10 もダメですから、まあ、こういう、複数の、ソケットで構成されているアーキテクチャじゃないと効果がないんですが、でも近年のまあマルチコア計算機っていうのは電力問題っていうのがあって、なんでソケットの構成になる CC ヌーマが主流になってるかっていうと、まあ電力を低く抑えることができるから流行ってるわけで、そういうトレンドから言うと、こういうファーストタッチっていうのも今後やっていくべき最適化の一つになると。であとですね、ファーストタッチが効く例っていうのは、自分のプログラムを持っていないとダメっていうのがあります。すなわち対象となる配列を自ら確保した上で、演算も自分のループ、まあ、プログラム中でループで回すような手製のプログラムでやらないと効果がありません。でもっと言うと、数値計算ライブラリを使う場合は大体ダメですということなんですが、これなぜかというと、まあ、数値計算ライブラリを使う場合は配列データというのは当然ユーザーが用意しますね。そうするとユーザーは係数行列に何らかの、まあ、自分のモデルのなんかからなる、係数を計算して入れるんですが、それがまあ先に動くわけです。当然配列行列を設定しないと数値計算ライブラリ呼べないん で、 でその後数値計算ライブラリ呼ぶんですが、そのデータ設定する部分のデータデータアクセスパターンと数値計算ライブラリのデータパターンは普通は一致しません。でなおかつどういう実装がされているのかわからないので、まあ、そういう意味ではファーストタッチできないことになるわけです。
で、まあ、ですからこういう場合は、ちょっと諦めるしかないんですが、場合によってはこれはですね、実は自分でその、データの置く先を制御する、Linux でいうところの NUMA ツールズというのがあるんですけど、そういうのをダイレクトに使ってやると制御できる場合があったり、今研究レベルでこのファーストタッチができるライブラリっていうのも用意されている例はあるんですけど、いずれにしろまだ普及もしていないので、限定される、普通は使えないと思った方がいいという状況になっていますですね。自分でプログラムを持っている人は、こういう形で使ってもらうといいと。ということで、ちょっと15分ぐらい時間がありますが終わりますと、ちょっと簡単にそれじゃ参考文献等を紹介しておきます。そこ、結構比較的いい資料が、インターネット上にありますので、この辺をご覧いただくと、より詳細な、OpenMP の、中身についてご紹介しているものがあります。また課題的にはもしご興味ある方は、教科書の問題は、MPI 会の部分を除いて自分で、OpenMP 化を行ったりすると、実習できますので、ご興味ある場合はやってみてください。じゃあ以上ですが、何か質問等。